これで剣刺せるわけだよね。よ、お、おー、おー、いい！ダストチャンネル！ダストチャンネルのダストです。本日紹介するのはこれだ！仮面ライダーセイバー、開くなる、ノートベルト、デラックス、ソードオブロゴス、バックル&サ、小豚三兄弟、ワンダーライトブックだ、イエーイ！名前が長すぎる。改めて、ノートベルト、デラックス、ソードオブロゴス、バックル&小豚三兄弟、ワンダーライトブックです。こちらは仮面ライダーセイバーに登場する、ソードオブロゴスのメンバーで、ソードライバーを使わないライダーがつけているベルトですね。では早速レビューしていきましょう。まずは箱から見ていきます。箱の正面はこんな感じ。これがソードオブロゴスバックルですね。ここにセイバーが乗ってるんですけど、セイバーはつけていません。まあ、これをつけるのはこの仮面ライダーケンザンとバスターだろうね。そしてこのソードオブロゴスバックルにはこのワンダーライドブック。小豚三兄弟ワンダーライドブックが1個付属します。箱の横側はこんな感じで、反対側の横側は、上側、下側。お、かっこいい。そして後ろ側です。基本的な遊び方は、まず、小豚三兄弟ワンダーライドブックはソードライバーと連動して遊ぶことができて、単体でも音声が鳴ります。そして、ソードオブロゴスバックルは、ワンダーライドブックを3冊収納することができて、剣も納刀することができますね。さあ、では中出していきましょう。どんな感じだろう？なんか、触った感じはね、ブリスターに入ってる感じがする。どうでしょうか？せーの。じゃん！お、ブリスターだった。そして、おー、豪華！蓋がついてる。じゃーん。おー、結構みちみちで入ってる。かっこいいよ。はい、中出してみました。ではそれぞれアップで見ていきましょう。まずはソードオブロゴスバックルから。色は、成型色は黒で、ここは金の塗装になっています。お、劇中でつけている。あれだね。石ぐるっと見ていくとこんな感じで、ベルトはシルバーですね。簡易的な作りのベルトになっていて、最近で言うとエイムズショットライザーとかについているようなベルトのタイプになっていますね。続いてソードオブロゴスホルダー。色はシルバーが成型色で、ここは金の塗装になっています。石ぐるっと見ていくとこんな感じで、まあソードライバーについてる、あのソードライバーホルダーだっけ、名前忘れたけど、あのホルダーの色違いになっていますね。比較してみるとこんな感じです。色が全然違うので、また違った雰囲気が出ていていいですね。ホルダーをセットしてみると、よっ、ほっ、こんな感じになりますね。この状態で一周見ていくと、こんな感じで、いや、やっぱりホルダーがつくと、すごいかっこいいね。ソードライバーの時はホルダー別売りだったんですけど、このソードオブロゴスバックルは付属してるので、これいいよね。500ミリペットボトルと大きさを比較すると、こんな感じになっています。ソードライバーと比較すると、これぐらいの大きさの違いがありますね。いい年した大人がつけてみると、これぐらいの大きさになっています。もちろん延長ベルトつけてますけど、こんな感じですね。いや、かっこいい。これで剣刺せるわけだよね。よ、お、おー、おー、いい！え、ソードライバーは？まあ、形がソードライバーのホルダーと一緒だから、セットできると思うんだけど。あ、できるね。あー、なんかかっこいいな、これ。ちょっとダスト的に気に入っちゃいましたね、これは。ワンダーライドブックもソードライバーのホルダーと同じように3冊までセットができます。1、2、3と。よし、あれ？よし、こんな感じですね。3冊このようにセットできます。で、さっきちょっとやりましたけど、ここには剣も納刀することができて、納刀するときはワンダーライドブックを外して、こんな感じで、セットします。いや、やっぱりワンダーライドブックがつくだけで、雰囲気が良くなるね。では続いて、小豚三兄弟ワンダーライドブックを見ていきましょう。てか、反対反対反対。反対、こっちこっち。ここには、小豚、なんだ？三兄弟って可愛く、英語で書いてますね。で、三匹の小豚が、縦に並んでいます。色は蛍光グリーンですね。石ぐるっと見ていくと、こんな感じになっていて、ページを開くと、よいしょ。こんな感じ。これなんだ？ここはね、家なのはわかるけど、あ、豚か。豚2匹だね。あ、3匹いる、3匹いる。1、2、3匹。そしてここにはなんだろう。なんか、稲妻というか風みたいなデザインがされてますね。じゃあ音声聞いていきましょう。あ、間違えた、もう一回。あ、もう一回。おいおいおい。はい。
小豚三兄弟、ちょっと音鳴りにくかったからもう一回。お？あ、大丈夫大丈夫。小豚三兄弟、僕のね押し方が悪かっただけです。じゃあページ開くと。とある三兄弟が繰り広げるお家を守る戦いの物語。トンテンカントンテンカンと音がしてたね。では続いてソードライバーとの連動音声を聞いていきましょう。では変身から。このワンダーライドブックはソードライバーの一番左側にセットするワンダーライドブックになるので左側にセットします。変身。3匹の小豚って言ってたね。絵柄はこんな感じで、これは何だろう。あ、これ豚が肩になっていて左腕で、これコテかな、レンガの家みたいなのがこう腕についてるデザインになってますね。ここには燃えてる、あ、藁の家かながありますね。では必殺技も聞いてみましょう。まずはライダーキック。剣を抜刀しての必殺技。ページを開いての必殺技。OK。じゃあリード必殺技。この3匹の子豚っていうのが耳に残る。で、これワンダーライドブックが緑でしょ？だから、このサルトビ忍者店ともしかしたら組み合わせたら専用音声になるかなと思ったんですけど、なんなかったです。なぜなら、これセットするのが左側でしょ？こっちも左側なので、そもそもね、位置が一緒だから、コンボにはならないんですよね。これちょっと残念でしたね。なので箱に説明されているように、ブレイブドラゴンワンダーライドブックとセットさせて、2個セットした音声聞いてみましょう。あれ、どこ行った？どこ行った？フォルダーにセットしたままだった。はい、では行きましょう。ブレイブドラゴンワンダーライドブックと組み合わせて音声聞いていきます。よっ。よっ。変身！変身したい柄はこんな感じになっていますね。では必殺技も聞いていきましょう。抜刀しての必殺技。必殺どこ？レッカ、抜刀、ドラゴン、三匹のコウタ、必殺切り、ファファファイヤー。ということで本日はデラックスソードオブロゴスバックル&小豚三兄弟ワンダーライドブックを紹介しました。まあこのアイテムはどちらかというとコレクター向けアイテムになってくるのかなとは思います。ソードライバーと違ってバックルから音が鳴るわけではないし、劇中でも一部のライダーがつけているだけなので必須アイテムかといえばそこまでは言えないとは思うんですけど、バスターとか剣山になりきるにはこれあると気分が高まりますよね。個人的につけた感じ、ものすごい気分が高まりました。デザインがね、すごいかっこよかったもん。やっぱりこのハヤテをベルト横に刺して遊べるっていうのは、それだけでも全然楽しさが違ってはくると思うので、存分に遊びたいっていう方は、これあるといいかもしれませんね。ということで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしこの動画面白いと思っていただいた方は、チャンネル登録と高評価、そしてコメントもよろしくお願いいたします。
ではまた次の動画でお会いしましょう。ダストでした。バイバーイ。